あたりです。昨日紹介したこちらのデラックス特急を、もう言うまでもなくこちら列車がモチーフのロボットなんですけども、過去にもいろいろあんなものやこんなものがね、列車モチーフのロボットが出てるわけですけども、今回、その列車のモチーフのロボットとどれだけこのね特急を合体できるか試してみようと思います。というわけでこちら魔法鉄人トラベリオンを押し入れから引っ張り出してきました。はい、まずこれを組み立てましょう。はい、というわけで、組み立て終わりました。魔法鉄人トラベリオン、はい、こちらですね。もしかしたらご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので補足説明をさせていただきますと、こちらのトラベリオン、魔法戦隊マジレンジャーの追加戦士マジシャインが操る2号ロボットですね。こちらが、列車がモチーフになっている6両編成の、ロボットです。はい、でなぜこれを引っ張り出してきたかというと、こちらちょっと腕を外しましょう。よいしょ。こちらのジョイント、はい、この腕のジョイントなんですけども、はい、こっちも外します。はい、この特急王のジョイントにちょっと似てたので、似てるというか結構ね、もう同じような感じだったので、これね、はまるかどうかちょっと試したくて引っ張り出してきました。ちなみにこの車両状態で連結させようとすると、このジョイントが前後逆なんですよね。特急列車とトラベリオンと前後が逆なので、こういう感じで連結することになります。ほのかーに、ほのかーに引っかかってるかなぐらいです。こんな感じで、はい、こんな感じです。はい、連結してはいないですね。はい。はい、というわけで今ちょっと簡単に比べてみたんですけども、ちょっとジョイントの大きさが違うかなっていう感じはしないでもないというか、結構違いますね。まあ、とりあえず、はめてみましょう。まずこの特急王に、トラベリオンの腕をつけてみます。ダメです。はまらない、はまらないな、さすがにはまらない。はい、じゃあ今度は逆にトラベリオンにこの、ピンクと、イエローの列車を取り付けてみましょう。あ、入らない、あ、入った、入った。こっちも、あ、入った、あれ、入った、よいしょ、入った、意外に入った。かなりブラブラしてる。さすがにジョイントの大きさが違うとあれだな、ダメだな。はい、こんな感じです。ちょっと腕をね、ダラーンと下に下げると、まあなんとなくつながってるかな感はありますかね。はい、あまりこう動かすとすぐ落ちます。はい、はい、そして今夜配信の動画の予告です。今夜はこちらの、変身アイテム特急チェンジャーを紹介したいと思います。はい、まだね、撮影が終わってないので、この辺にいつも出てる予告動画がないんですけども、はい、今から頑張って撮影したいと思います。配信は夕方の5時頃を予定しておりますので、お楽しみに。それでは今日も一日頑張っていきましょう。バイバイ。